よくもこの私を。どれだ。よし。焦らなくていいからね。いつか素敵な花を咲かせて、みんなを笑顔にするんだよ。スマイルスマイル。頼むぞ。じゃあいっぱい。健吾。君は誰？あなたは光であり。闇の巨人。おはよう、母さん。おはよう、健吾。あれ、もう行くの？うん、今日は会長を遺跡に案内することになってるから。健吾も花の世話ばかりしてないで、ちゃんと自分のご飯食べて、遅刻しないように会社行きなさいよ。いや、もう子供じゃないんだし、大丈夫だよ。同じ静間財団の一員として、母さんに恥かかせないでよね。はいはい。じゃあ、お先に。行ってらっしゃい。はい、行ってきます。お腹すいた？いっぱいお食べ。今日は、16時から雨の散歩か。よし。今から6年前、突如地球を襲った怪獣たち。これらの脅威に対抗するため、地球平和同盟 TPU が総力を挙げ、対怪獣用戦闘艇を完成させました。その名もナース・デッセイ号。そして AI 制御による遠隔操作で、怪獣への攻撃だけではなく、災害地での迅速な救助活動を可能にするガッツファルコンです。これらの最新技術を応用するために結成されたのが我々ガッツセレクトです。怪獣か。地球は大変だな。ダメだ、枯れてる。有機物を加えずに火星の土壌で植物を根付かせるのはやっぱり無理なのかな。火星にも重金属の成分が少ない土壌さえあれば。地表じゃなくてもっと地下深く、遺跡周辺の土なら。あ、そうだ、母さんにお願いしてみよう。静間会長、わざわざ地球からお越しいただきありがとうございます。私も研究者だからね、遺跡のこととあればじっとしていられないよ。これから遺跡の調査か。ちょうどいいや。こちらです。約20年前、この遺跡を発見したのは火星開拓局の一員としてやってきた真中玲奈君、あなたでしたね。はい、
発見当初、遺跡は朝一中に広がっているだけだと思われていました。ですが、さらなる調査により、遺跡はもっと地中深く、逆ピラミッド状に存在することが分かりました。そして、地下へと発掘を広げる過程で、先日見つかったのが、こちらです。うわ。成分分析の結果、この剣はシズマ会長が地球で発見した遺跡と同じであることが分かりました。つまり今から3000万年前、超古代文明、やはり光の巨人は火星に。この光は分かりません。こんな現象は初めてです。僕光ってる。なんで？ドーム外壁付近に未確認エネルギーを探知。欲しくて。第二核兵器起動します。されているのか。自動迎撃システム起動します。僕には何ができるんだ。君は夢に出てきた。あなたは光であり、君が夢見る未来は何だ。夢見る未来は人それぞれにきっとあるはずだ。私にも、そして君にも。この花
僕の研究で生まれた新種でルルイエって名付けました。火星の土で根付く花を研究して成功したのはたった一株だけ。でもずっとつぼみのままなんです。どんなに苦しい時でも悲しい時でも見た人がみんな思わず笑顔になる、そんな花を咲かせたい。みんなを笑顔にしたい。それが僕の夢見る未来です。だったら君は自分の手で運命を切り開かなければいけない。かつて勇敢に戦い運命を切り開いた者がいた。夢見る未来を手に入れるため自分に何ができるのか、それは誰も教えてはくれない、自分自身で出さなきゃならない答えもある。僕は暴れなゴルバー。その手にするんだ。母さん、スマイルスマイル。ほら、ルルイエのこと頼んだよ。遺跡の最下層。ああ闇の巨人、いや違うのか。あなたは光である。情熱的な再会を想像していたんだけどね。3000万年分の思い受け取ってくれるかい、トリガー。トリガー、やめろ。なんだい人間、邪魔だよ。邪魔って言ったの聞こえなかったのかい。また会うとはね。
やめろ。僕はみんなを笑顔にしたいんだ。ウルトラマントリガー、よしやってみる。ブートアップ、ゼペリア、未来を続け、希望の光、ウルトラマントリガー。何？マルチタイム。光の巨人、やはりこの世界にもウルトラマンが。喧嘩、
はり健吾君は。ありがとうございました。これは君が持ってなさい。え？ケゴ君、私と一緒に地球に来てほしい。ガッツセレクトの一員として。え？こちらが火星を襲撃した怪獣の映像です。怪獣は突如現れた巨人によって倒され、巨人も姿を消しました。本当にいたんだ、光の巨人。やっぱりお父様は正しかったってわけね。守る防衛隊ガッツセレクトの一員になった僕の前に怪獣キマイラが現れる。さらに復活した第二の闇の巨人ダーゴン。そのパワーに対抗するにはこっちもパワーを上げるしかない。次回ウルトラマントリガー未来への飛翔。スマイルスマイル。